まずは髪を巻きやすくするベース剤をつけます。内側から毛先まで全体になじませます。今回は韓国アイロン、スクエアバーを使います。四角いアイロンなので巻きやすくなってます。まずは上下に分けて耳前を中間から巻いていきます。一回抜いて毛先までゆっくり滑らせます。後ろも同様に中間を巻いて温めたら 一回滑らせて毛先まで、毛先までカールをしっかりつけます。表面はよりしっかり熱を当てていきます。耳上の鉢あたりで黒ゴムで結ぶ。顔周りは残しておくのが可愛いポイント。反対側も同じ高さで結びます。最後にリボンのピンを 黒ゴムの部分に留めます。紙は串で溶かして完成です。